武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東邦大学の数学について話していきたいと思います。数学ですが、理学部、薬学部は時間90分で、理学部が大問3題、で小問集合と大問、が2題という形ですね。で薬学部が大問5題で、まあ、小問集合はなしで、看護学部は時間60分で、大問3題でうち2題が小問集合という形で2016年は出題されております。でそれぞれの問題の難易度に関してですが、理学部と薬学部に関しては、まあ、基礎から標準的な問題が中心で、まあ、割とそうですね、解き方がわからないという問題はほとんど出ないと思いますが、ただ基礎の問題を覚えてればいいんでしょっていうような難易度でもないという程度の難易度にはなっておりますので、やはりその大問形式の問題などで練習しておかないと、例えばそれこそ基礎問題成功のように分野ごとで問題が、まあ、それぞれ出てくるような形じゃなくて、ある程度そのいろんな問題に触れておく必要があるかなと思いますので、まあ日大レベルの、例えば発展に出てくる、武田塾の人で発展に入っている入試筆記のいろはだったり、マーチの入門の参考書など、をやっておくといいかなと思います。マーチの標準までは、まあ、なくても大丈夫かなと思いますので、まあ、マーチの入門まで、できればやっておくっていうのを薬学部と、医学部はやっておきましょう。そして、看護学部に関しては、まあ、1A だけしか出ないという点も、あるんですが、まあ、小問集合で出る分ですね、一行問題的なものが、出やすくなってます。なので、日大レベル、の標準の、まあ、基礎問題成功などプラスできれば計算問題集、まあ、受かる計算などですねをやっておいて、まあ計算ミスしないでちゃんと解ききれるようにという点を、心がけておきましょう。そして、まあ、薬学部、理学部に関しては、まあ、分野、割とそのまあ、ベクトルだったり数列だったり確率だったりと、まあ、微積やグラフ関連の問題は割と出やすくなってはいますが、まあ、どちらも、まあ、理学部は小問があって、で薬学部は大問数が多いっていう点から考えても、まあ、あまりその範囲の偏りで狙っていくっていうよりは、まんべんなくどの範囲もできるようにするっていう点を心がけてしっかりやりましょう。ただ薬学部に関してはある程度その出やすい範囲っていうのが結構決まってるので、そこを優先的にやっても構いません。ただ大問1個ぐらいはその範囲から外れるところも全然出てくるので、まあ、最終的には全範囲しっかりできるように心がけておきましょう。以上が数学の勉強となります。